はいどうも、いつきんです。ついにオーバーロードコラボのキャラクターが発表されましたので、性能の方をね本日見ていきたいと思うんですが、一気に3キャラ発表されましたので、この動画でも3人一気にね見ていきたいと思います。なので今回はスキルの説明文はね割愛して、読んでいただいて、そのスキルに対する解説などを言っていこうかなと思います。それではまずこの方ですね、アインズ・ウルゴンということで、メイジ、これはやっぱり分かりきっていたかなっていうところなんですけど、闇属性のメイジということで、エピックセブンでは配布キャラは基本的に、3属性、コラボキャラですね、3属性というふうな、実績があったんですが、今回初の闇属性ということで、エピックセブンでは月影キャラと名付けられた立ち位置にいます。で、月影キャラっていうのは結構な課金をしないと手に入らないキャラなんですが、今回はコラボということで配布キャラ、イベントをクリアするともらえるっていう感じの、立ち位置になっていますので、初の月影配布ということでね、かなりびっくりしている人も多いですね。で、ステータスなんですが、制約英雄のアリアとかコラボ英雄のディズイと同じステータスで、命中率と抵抗率が、高い英雄なので、そのどちらも両立したくなるようなビルドにしたいかなっていうタイプになっています。それではね、スキルの方も見ていきましょう。はい、まずスキル3ですね。こちら効果はね、各自で読んでいただいて結構長いんですが、ターン延長の効果を受けずに12ターン後に5万の固定ダメージを与える即死スキルとなっています。これね、ライブ配信でオバロコラボを見届けた時にコメントとかでね予想してたんですけど、そういうスキルが原作にもあるっていうことで、12ターン後に即死させるスキル来るんじゃないかみたいなことを冗談で言ってたんですが、本当に来てしまいました。基本的にはダメージ上限のパッシブであったりとか、そういったもの全部無視するので、生き残るキャラは現状では存在しないかなと思いますので、ほぼ即死スキルと言ってもいいと思います。で、ダメージ分配効果を無視するっていうのが死の宣告についてるので、これで軽減も一応除かれるので、ほぼ死ぬでしょうというスキルになっています。で、ちょっと説明文ややこしいんですけど、自身に5万の固定ダメージを与えるっていうのは、死の宣告がついたもの自身にダメージを与えるという意味になっています。なので、いつもの文章なら対象に5万の固定ダメージという文章で説明されてるんですが、今回やや表記ブレがあるみたいです。で、このスキル12ターン後に即死とはいえですね、これ注目したいのが敵と味方合わせてのターンなので、編成次第ではかなり早く12ターンという条件を達成できます。もう一つ、非攻撃のバフ全解除スキルっていうところにも注目したくて、闇レターとかの回避キャラにも接触せずにバフを消せるので、使い道は死の宣告以外にもあるんじゃないかなと思います。続いてはスキル2、パッシブスキルですね。こちらもやや表記ブレというか、ちょっと分かりづらい表記なんですが、光属性の相手からのダメージが 30% アップするデメリットありのスキルとなっています。他の効果は 35% でマジックシールドを発動して味方全体へのシールドと自身に反撃をつけるというスキルになっています。こちらはちょっとデメリット部分があまりにも大きすぎて、そこまで光属性に弱くする必要はないんじゃないかなと思うんですが、これはちょっと原作的にも光にちょっと弱くしときたいっていうところで追加されたんでしょうか。エピックセブンのバトルシステム的にはこの 30% アップはかなり痛いので、ちょっとと配布にしてもやりすぎなデメリット効果かなっていうイメージがあります。そしてスキル1ですね、全体スタンスキルということで、これディジーとほぼ同じですね。ただ根力で追加ターン獲得できるので、根力がいっぱいあればスキル3の回転率もそれに伴って上げられるので、わりかし面白いかなっていうところがありますね。そして最後にモチーフ異物になります。
こちら明治の硬化抵抗アップ異物となっていて、これねめちゃくちゃ汎用性があっていいと思います。ヒカリバール&セザンとかアリアに希望の砦を装備させている人が多いと思うので、それの代替物にもできますし、もちろんアインズに装備させてもいいので、使い道がかなり多い異物かなと思います。ただこれ複数枚取っておこうっていう人もね中にはいるかもしれないんですが、古代異物同編成内では1人までなので、一応複数枚所持しておく意味はあるんですけど、同じ編成に入れてしまうと1人しか発動しないので、その点だけね注意が必要だと思います。はい、というわけでまずアインズの評価なんですが、月影ではあるのですが配布キャラなんでかなり性能は抑えめになっているかなっていう印象があります。で、一応やっぱり明治のダグエルが強すぎるっていうのは運営も分かってると思うので、ダグエルの章を装備する必要がないようなスキル設計にはなっているんですけど、アインズ、まあ、最強キャラのアインズにしてはちょっとがっかり感があるかなというスキルになってます。ただスピードアップバフを付与する闇襲とかルア編成であれば12ターンっていうのは一瞬で過ぎていくので、死の宣告で撃破していくっていうような戦い方はわりかし現実的にできるんじゃないかなと思います。たださっきも言った通りパッシブがかなりデメリットありますので、特にアーディンが存在する光属性からのダメージアップっていうのがめちゃくちゃねこのエピックセブンにおいては痛いということで、ほぼワンパンされると思うので、まあアーディンを取られたら後に紹介するシャルティアでカウンターが一応できるように性能がなっているので、シャルティアでカウンターしろっていうことなのかなとは思うんですが、ちょっとやりすぎかなというのを感じます。はい、続きましてアルベドですね。いやアニメーションマジでエロくていいですね。かなり気合い入っているキャラかなと思います。で、性能はですねユルハとか闇セシと同じステータスになっているので、まあ、似てる英雄からすると生命力をぶっ破したいキャラなのかなっていうところなんですが、ちょっとスキルを見ていきたいと思います。まずはスキル3ですね。主な効果は強化負荷と防御力ダウンの付与になっています。で、ダメージスキルではあるんですけど、ダメージ見た感じ全然高くなくて、どっちかというと相手が先に動いてバフとかをつけた後にアルベドで解除するっていうような役割で、ダメージを期待するスキルではないのかなという感じがしてます。続いてスキル2ですね。味方全体のクリティカルダメージを 20% ダウンということで、現状クリダメ軽減スキルとしては一番効果が高いと思われます。クリ攻撃に限ってアウリウスと同じ軽減効果があるので、運営的にはアルベドにアウリウスつけなくても味方を守れますよっていう風な構成にしたのかなと思います。もう一つが味方がクリ攻撃を受けるとバイコーンで反撃するというところなんですが、こちらがですね反撃属性のスキルなので、まあ、反撃できないとかいうスキルを持っているキャラとか反撃に反応するキャラにはちょっと弱くなるかなというところと、これまたですねバイコーンの火力もめっちゃ低いのでダメージに期待できないのがちょっと残念かなっていう感じがします。最後スキル1ですね。ゲージアップと追加ダメージスキルということで、まあ他のスキルもそうなんですけど、ナイトにしては、まあ、原作のキャラ通り攻撃的なスキル構成にはなっています。まあ、特に追加ダメージスキルとかはね木のリリアスとかあとは光セリンみたいなダメージ上限持ってるキャラに強いので、まあ、そういった使い道も一応あるかなっていうところですね。はい、そしてモチーフ異物、これねやばいです。ナイトの異物にして、3つ目の追加ダメージ異物となっております。今回は生命力依存の追加ダメージとなっていますので、まあかなり需要の高い異物になるかなと思います。ただ現状装備したいと言える英雄はそこまで多くないかなとは思うんですけど、アウリウスが必要のないっていう意味で言うとアルベド、あとはアロエル、ベリアン、もしくはアウリウスをつけることが少ないライダークラウあたりかなと思います。ただこの追加ダメージの異物っていうのはロケットパンチの時もそうだったんですけど、追加英雄次第で大化けするので、この異物に関しても複数枚は所持しておきたいかなと。最低でも2枚はね持っておきたいと思います。はい、アルベドの評価なんですが、アウリウスが不要かつ攻撃的なナイトという設計はいいとは思うんですが、肝心のその攻撃火力がかなり低そうなので、せめてスキル3あたりは防御貫通ぐらいないと
ちょっと使いづらいんじゃないかなと思います。バイコーの反撃も異物の追加ダメージ合わせてもライダークラウ以下っぽいので、ほとんどちょっと反撃のデメリットの方が多いかなっていう気もします。特にねロエンナとか入れられたら本当に回復役になっちゃうので、ちょっとデメリットの方が多いような気が現状ではしてます。はい、最後3人目シャルティアですね。ザハークとベニマルなどと同じステータスになっていて、スピードがかなり早めのウォーリアーとなってます。クリティカル陣形にもなっているので、シャルティアに関しては陣形突するかどうかでかなり性能もね変わってくると思います。それではスキル、まずスキル2からですね。今度はパッシブになってます。ダメージ上限のパッシブスキルなんですが、ヴァンパイアにしてはですね、エピックセブン基本的にヴァンパイア不死を持っているんですが、シャルティアにはなしということで代わりに上限がついてますね。攻撃力アップと潜伏がデフォでつくようになっているので、火力英雄としては、まあ、最新の性能に追いついているようなスキルになっていると思います。そしてスキル3ですね。これ結構面白くて、強化解除後に攻撃するので防御無視とかはついていないんですが、防御力アップとかシールドを解除した後にダメージを直接入れることができるので、火力は思ったより出ると思います。さらに攻撃の命中率が 100% アップするっていうのもついているので、特に闘技場とかで多いシールドに守られた光アーディンとか、あと氷属性相手にもダメージが 100% 入るっていうのもポイントが高いと思います。はい、スキル最後スキル1ですね。ちょっと役割を増やすためなのかっていう感じのこうおまけ程度に劣勝がついているんですが、もう一声シャルティア欲しかったかなっていう感じがします。はい、そしてモチーフ異物ですが、スポイトランス、これめちゃくちゃね今回のコラボの一番の当たり異物かなと思うんですが、単体ダメージアップと回復がついていますので、めちゃくちゃ使いやすい汎用異物になっています。特にウォーリアーの異物なので、今後どんどんウォーリアーっていうのは増えていくし、今現状でも一番多いと思われるので、この異物は持ってて損はないと思いますんで、まあ1枚ないし、まあ、効果そこまでね大きく変わるものでもないので、まあ突せずに複数枚持っていてもいいと思います。はい、それではシャルティアの評価なんですけれども、性能的には、2人に比べて一番使いやすそうかなと思います。明確に回避相手とかっていう風に相手がね決まっているので、現環境でも間違いなく使えるだろうと明言できる英雄になっていると思います。はい、それではですね3体見ていただきましたけれども、どうでしょうか。最後にねこの3体全員の評価とか解説をしていきたいんですけど、個人的にはアインズは配布なので多少はね目をつぶるとしてもですね、アルベドがあまりにも弱いんじゃないかなと思いました。で、今回のコラボ、まあ人気はね、どれもあるとは思うんですけど、特にアルベドの人気は高いと思うので、そのアルベドの性能が一番低く見えるっていうのはどうかなと思いますので、もちろん倍率などが現状わからないので、倍率次第ではね、大化けする可能性もなくはないんですけど、公式のバトル例の動画を見る感じではダメージには期待できなさそうな感じがしましたので、まあ、逆にこのダメージは期待せずに、アウリウスとパッシブのイージスを組み合わせれば光アーミン以上の軽減率になると思うので、そっちのこう完全に守りの運用をした方が使い道はあるのかなと思います。ただそう考えるとますますスキル構成を変えてほしいなということになってくるので、アルベドは正直最速調整されそうでちょっと怖さがあります。今までのコラボと比べると今の環境をぶっ壊す性能ではないので、ちょっと控えめに見えるのかなっていうところもあるんですけど、もう一声あってもいいかなと思います。皆さんどうでしょうか。意見ありましたらぜひコメントに書いていただければと思います。そして古代遺物に関してなんですけど、これはねどれもねめちゃくちゃいいですね。特に生命版ロケットパンチは今後絶対に必要になってくると思いますし、個人的にはライダークラウにつけてダメージがどんぐらい伸びるのかっていうのをちょっと試してみたいですね。かなり伸びそうな気がするので、ライダークラウの一撃でほぼ壊滅するっていうことも全然あり得るんで、ちょっと期待してます。というわけでコラボは今月の18日から
今から始める人がいたらですね、コラボ直前あたりから新規向けの攻略動画を投稿していきたいと思ってますので、そちらもぜひご視聴ください。もしくは概要欄に書いてあるマシュマロから質問を送っていただけますので、まあ、些細なことでもね送っていただければ回答します。それでは今回はコラボキャラ3体の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。